康の後継者高い19、長友のガチ評価がこちら。日本代表で最年長37歳のディフェンス長友佑都が、初招集19歳のディフェンス高井孝太川崎を絶賛した。身長があるけど、すごい足元も上手いなっていうのを感じますね。足も結構速いイメージ、オリンピックでも活躍してたでしょう。楽しみですね。本田圭佑も結構絶賛してたんで、すごい楽しみにしてますと明かした。さらには、僕もうちょっとで38歳だから、自分の息子でもおかしくない。まあまあ、いいじゃないですか。負けずにやりますよ。それはと目の色を変えた。身長あって足元上手くて足速い。まんまと見やすやな。高いに足りないものをまさに持ってるのが長友だからそこ叩き込んでくれ。この人のパワフルな性格は本当に素晴らしい。高い選手はきっと日本代表の主力選手として長く活躍してくれると期待して見ています。怪我に悩まされず長く活躍してほしいです。しかし、センターバックに良い選手が次々と集まってきて、最近はセンターバックが日本の強みになってきたことに驚きます。当時は層が薄かったとはいえ、冨安は19歳で代表スタメンセンターバックだったからな。高いも勝ち取ってくれたら嬉しい。高いはガチで期待しかない。これで A 代表定着したら第2の冨安やね。冨安まだ25なのに引退したみたいな扱いなってて草。ワイはなぁ、冨安、高い、糸広、チェイス・アンリのガキムキ4バックが見てえのよ。長友は望月ヘンリーとか高いとかの若手にいろんな部分を吸収させてあげれたらいいよね。長谷部あたりがフランクに推薦してくれねえかな。